皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年4月26日16時39分、今日佳子様たち宛に赤坂御所へ、お手紙を、秋篠宮邸へ、郵送したんですけども、自分の名前と住所などは記載したんですけども、電話番号を記載するのを忘れていました。で、今年皇居のその皇居というか宮内庁の方に電話をかけた時に、自分の名前を名乗った瞬間、多分コンピューターが自動で電話をガシャッと切ってると。で、その一部分の会話の内容まで、こちらでデータを保存してるはずなのに会話の内容、記録がされていなかったと。で、これもしかしたら、その僕もその手紙を書いている時に電話番号を書き忘れたのが、そういうふうな件があって、コンピューターからの自動でそういうふうになってしまっている可能性があります。で、これは例えば今回は、まあ、佳子様を中心に、文人様たちへ、メッセージを、手紙に書いて、送ってるんですけども、まあ、独身の、女性皇族の方たちも、まあ、相手の、自分のことを思ってくれてる男性の方の、電話なども全部自動で、遮断されていた可能性がありますね。だから、まあ、今回は、まあ、手紙を先ほど今日、先ほどというか、まあ、今日、郵便局に郵送を持って行って、で、手続きをしたんですが、まあ、それで気づいたことということですね。だから僕もそのコンピューターにだいぶ操られているんじゃないかなというのが、実感ですね。だからもうこれは警察官の人たちとかも、そのこの件だけでなくて、いろんな件を淡井圭介が申し上げてるんですけども、その内容と事実確認をしていけば、このコンピューター社会が正しいかどうかっていうところの結論が出ると思います。無理だと思いますね、こんな世の中の回し方。エネルギーの残存量問題的にもずっとコンピューターが、大きく大きくなっていく。これはもうそういう世界から抜け出さなきゃダメですね、エネルギーの残存量問題で。まあ、今あるコンピューターを大事に使ってあげると、まあ、そういうことですね。以上です。あと皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あと着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいて、着信通知の設定をしていただいて、そうすれば私から動画をアップロードした時に通知が来るようになると思います。で、基本的にホームページ淡井圭介の履歴というものを、作ってまして、そこの一番のところに、日々アップロードした動画へアクセスできるようにしています。で、まあ、そちらの方から、まだ何も見てない方とか、見ていただいたりだとか、58番のところもだいぶ、変更してますので、できるだけ早く早急に対応しなかったら、エネルギーの残存量問題で、まあ、どうしようもなくなると、まあ、こういうことですね。まあ、身の回りの方に、淡井さんの、YouTube、見た方がいいよと、ホームページ見た方がいいよというようなことを、お伝えしていただけたらなと思います。以上です。